じゃあこうしておきましょう。手のひらをこすって、でこの時、まあ、手首力まないようにちょっと手首ゆるゆるで、ほんで次指先同士ですね。でこう平らにっていうよりもちょっと爪の下が指同士が向き合ってるような感じだったり、でこれも軽く、まあ、手首のスナップを効かせてガチガチに固めてゴンゴンって当てるよりは軽くポン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 っていう感じで速く当てて、この状態で指同士がもうこう何ていうの、触れるか触れないかぐらいですね、まあ、1センチぐらい、まあ、数ミリとかでもいいです。でぐるぐるっとちょっと縦回転で回しながらその弾力ですね、引っ張られたりとか跳ね返されたりっていうのを感じながら、でまあ、それが消えない範囲でちょっとずつ幅を大きくしていく。一気にできる人はそのぐわっとこういう風に広げてもらってずっと感じてて、ね、あのいけるっていう人は広げてもらったらいいんですけど、すぐあの広げると消えちゃうっていう場合は近い距離のままで、うん、回していく、はい、まあ、あの止めててももう少し寄せたり開いたりっていうのを繰り返してたらその感覚はしっかりありますよっていう方はそのままで、はい、でじゃあちょっとこのぐらいの距離なら大丈夫ですかね、はい、でそしたらこの状態からそれをこういうふうに向きを変えても消えないかっていう、うん、今大丈夫ですか、はい、はい、で今度逆に向けましょう。これ向けるときも手力まずにしっかりとこれを感じたままで返して、はい、で自分の幅でやってください、うん、で、できる人は少しその感覚を広げてで、大きくピューと回す、はい、でその消えない、火の感覚が消えない状態のままでピューと回す、はい、でこれがイエマ本尊行く前の状態で、ここで寄せてる、はい、でここから矢尾を少し自分の矢尾だけですね、こう変に基礎頸部とか使ってしまわずに矢尾だけギュッとこっちまでだいたいもう十数度20度いけるかですね、45度までいけてたらちょっとおかしいんでだいたいこのぐらい、そこからイエマ本尊正面でやる形です。で、もう一回ギューッと寄せてきたときに今の気の感覚を味わい直す。だもし消えちゃってる人は少し近づけてる、まあ、そのままの距離で大丈夫な人はこの距離で、ここから矢尾を使ってまた正面に向かってイエマ本尊の気管を味わった状態で矢尾で体を少し右に振ります。肋骨とか使ってしまわないようにしっかり矢尾だけで動いて、でここから戻すような感じでぐるっとためが戻るような形で正面まで、はい、でもう一回左側向きながら向くときもここまでは絶対あの他の部分を使っちゃうんで矢尾で向くときは大体こんぐらいで、このときにここで気管を味わって消えそうになってたらちょっと寄せて感じ直してください。でそこからぐーっと気管を味わった状態のままこの球体を大きくして自分の範囲内できる範囲内でいいです。消えちゃったらもう一回寄せて、で
こっから、そのずらした時の感覚とか、ネバーっとした感覚とか味わって、でもう一回ここからグーッと寄せたら、ここで気管をしっかり味わう、まあ、余裕があって、その広くしても大丈夫っていう人はこのぐらい離れてても OK、 もし気管消えやすい人は寄せて、グッとここから味わいながら、はい、うん、足がちょっと開いたらそれで右へ回るようになるぐらいの位置なので、矢尾としてはこれで、はいはい、でここで寄せる、でしっかり矢尾が今地区でギューッとこっちに寄ってる状態から、それを解放してあげるだけで正面に向けるってことですね。わざわざ意識的にこう動かそうとしなくても、ぐーっと溜めて溜めて溜めて解放して戻すっていうだけ。